これ。君は甘えで、僕は誇りまみれの部屋。中にもつけず冷えゆく空気を胸に吸い込んではため息で高い空へ吐き出す夕暮れ時の気だるさ。幼い頃の切なさを呼び起こすのはなんでだろう。全てを伝えやしない、わかってるつもりです。私を変えないで、そんな日はないのになんて。吸えない卵に咳込む下手な字で書く手紙には、伝えたくてもこぼれてく不器用な想い。この悲しみは君さえいれば消えたと書き消された。Thank you.
刺された声でした。歌詞の内容とかについてですね、あ、その前に斉藤秀夫さんです。なんか曲終わった後とかに一回このほらグローバルスタンダードとかわからないみたいな、なんでしょう、どういう風に扱っていいのかっていうのをずっと一人でやってきたものですから。ああ、そうです。あとはたまに邪魔しに社長が入ってくるぐらいのライブばかりをやっていたものですから、ね、社長社長って言ってますけど、高山堂ってうちの一応事務所みたいなものの社長なんですね。さっきの小さい女の人なんかこうですね、すごい本当に今 IT とかも含めて大活躍なさってる皆さんがたくさんいらっしゃる会にたまたま間違いに呼ばれた時に、ね、社長って言ったらバッてみんながこう引く第一幕目みたいなのがあって、でも後半に入るとみんなもうあだ名が社長みたいになって、社長って、その社長ちっちゃい女の人の方の社長を、すごい社長さんが社長って言ってるっていう、大変シュールな思い描いていただくと、あの人の面白さがさらに深まります。おすすめの、妄想だと思います。基本妄想ばっかりして、まあ、ここにいらっしゃる方は本当妄想ばっかりしていらっしゃる方だと思いますけれども、そういう人としか気が合いませんから、こっちが選ぶところもありますからね。そういった意味でも斉藤さんもきっと妄想ばっかりされてる方だと思います。すいません、聞いてません。たっくりの切り方がもう絶妙だな。高山さんもチューニングしました。チューニングしないといけないですね。その間じゃあ喋っておいていただいていいですか。そう、今回のその僕の祖父と言ってる天草スローのアルバム作品集遺作、まあ、僕の別名、もう本当に今日初めていらっしゃって混乱されてる方のためにわかりやすく言うと、今僕の別名なんですけど、お腹すいた？なんかちょっとつまめるもの。人形町の後で係の名前だからっておじさんが何かやったって負けないよ。